今年市政70周年を迎える鳥栖市にやってきました。おめでとうございます。さあ、小さな友達の皆さん注意してください。あそこにあるキャラクターはウグイシじゃないですよ。あれトットちゃんです。カウントしないでください。国道や鉄道が東西南北に交わり、九州の陸上交通の要衝となっている鳥栖市。その利便性から企業進出も多く、発展が目覚ましい自治体だ。そんな鳥栖市で今回調査する謎は、利用者続出、鳥栖市にある JR 以外の謎の駅。今は鳥栖駅目の前にやってきてるんですけど、こっちは JR ですよね。あと新鳥栖の新幹線も JR ですよね。それ以外に鳥栖市に駅はある？ちなみに鳥栖市にはその2つの駅以外にも、肥前麓、肥前旭、そして田代、弥生ヶ丘と全部で6つの駅があるものの、どれも JR だ。その他どんな駅があるというのか、早速調査してみると、鳥栖市にある JR 以外の駅があるみたいなんですが、旭、向こうですね、旭、旭駅、旭駅と麓駅が向こうに。 JR ですか？ JR JR じゃない駅があるみたいです。あ、JR じゃない駅、聞かないですね。聞いたことないですね。やはり他の駅名は出てこず。ところが、あ、わかりますよ。とんかつ木村。とんかつ木村。鳥栖の人はね、鳥栖の人は もう何回と言わず、列車の部品、車輪とか行き先表示の看板とか、飾ってありましたよね。戦闘機？今はないでしょうか。あ、もう生まれた頃は、生まれる前からあった。そうなんですか。生まれる前、はい、だって昔はなんか笑ってる人とかに電話しちゃったでしょ。ん？とんかつに、列車の車輪に、戦闘機に、笑っていいとも？次々と驚きのコメントが飛び出し、情報が渋滞気味なので、早速教えてもらった場所に調査に向かうと、あ、ほんと、お店の外観は踏切になってる。あ、いい年季乗ってますね。すごい昔からあるって感じ。信号や踏切など、確かに駅っぽい佇まい。すげえ、ちょっとワクワクします。あ、ここも鳥栖駅です。駅がありますよ。駅にしか思えない。さらに中に入ると外観を上回る驚きの光景が。鳥栖市には JR 以外に謎の駅があるという情報をもとに、ある飲食店を調査に訪れたボービー。そこで目にしたのは、あ、本当、お店の外観は踏切になってる。明らかに駅を意識した佇まい。さらに、失礼します。中もいろいろありますよ。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。失礼します。すいません、朝です、 KBC なんですが、利用者続出、鳥栖市にある JR 以外の謎の駅を探してきたんですが、ああ、ここ駅ですかね。まあ、駅中も駅ですけどね。駅といえば駅とは一体どういうことなのか。この方も入り口も謎だらけなのだが、駅っぽい理由は料理を注文すればわかるということで、客席で待っていると、お、なんかランプ、ランプ、アナウンスも来ました。11番うわー、すごい、すごいですね。来ました。おお、こんな感じで来る。本当に電車が運んできてくれる。すごいですね。赤いボタンも押したら、また、あ、もう、いや、いちゃそう、実はこのお店、料理を注文すれば機関車が運んでくれるとんかつ店で、週末になればそのサービスを求めて親子連れで満席になる大人気店なのだ。すごい仕組みになってますね。そうですね。これお客さんめっちゃ楽しいでしょ。子供さんが喜んでですね、はい、食べないんですよ。
お措置ばっかりに集中して集中してとかめっちゃフレンドリーな方ですよ、ね、あそうですか、ありがとうございます。記者だけにものすごく希釈な方な、ありがとうございます。座布団も何枚か持ってきましたなぜかボビーのダジャレがツボにはまった店長、まずはおすすめのとんかつを温かいうちにいただきます。分厚い肉が、はい、一切れ一切れめっちゃ厚みあります。うん、うまい。ありがとうございます。もう当たり前のことだと思う。すごいすごいすごい。もう衣もサクサク。はい、そうですね。肉がちゃんと歯ごたえがあるんですけど、柔らかい優しい歯ごたえなんですよね。そうです、柔らかいんですよ。肉の質が相当いい。はい、ありがとうございます。はい。記者がなくても来るかもと。あ、ありがとうございます。やっぱとんかつ屋ですから。ですよね。やっぱメインはとんかつです。やっととんかつ屋っていうことが分かりました。分かりました。ありがとうございます。とんかつの味は検証できたが、ずっと気になっているのが、なんでまたとんかつ屋さんのテーマがこんなに SL になってるんですか。それはですね、2つ理由があるんですよ。はい。一つはですね、あの鳥栖はですね、あの機関車の町と昔から、はい、あのいろいろ操車場とかですね、ありました、はい、でもう一つはですね、今の小さい子供たちはですね、汽車が走ってたのを知らないわけでしょ。だから昔汽車が走ってましたよということをお知らせするために料理を汽車で運ぶということに。なるほど。実はとんかつの木村がオープンしたのは今から50年以上前、現在とは違う場所でのスタートだったという。今は亡き先代オーナーが子供たちに自分たちが生まれ育った町に SL が走っていたことを覚えていてほしいという願いを込めて列車が走るお店をオープンさせたんだとか。そして子供たちにより喜んでもらえるように SL の車輪や古い信号機などとことんこだわったお店作りに励んだという。そして先代オーナーのこだわりは他にも。これ何ですか。これはですね、皆さんみんな疑問に思われますけどですね、はい、あ、これはあの燃料タンクなんですよ。遠方に行くときにですね、はい、空中でですね給油するんですよ。飛行機の、はい、飛行機の燃料タンク。燃料タンクです。なんか昔ここ飛行機も置いてあったって聞きましたが、はい、ありました。はい、ジェット戦闘機が。ジェット戦闘機、はい、戦闘機が、はい、本物の。本物のです。なんで？まあ、それはもう先代のその社長しかもう分かりませんので、そこの経緯は私はちょっと。戦闘機を手に入れた社長がすごいですよね。他にも待っている間もお客さんに楽しんでもらえるよう店内には様々な演出が。そんなこだわりが詰まったお店をお客さんはどう感じているのか。最高でした。めちゃくちゃ近くまで走ってくれるし、はい、めっちゃリアルだし。大喜びですか。大喜びです。本当もう SL に首立てですねこっち一生向いてくれないですねおよそ10年ぶりに訪れたというこちらの女性は。店内全然変わってないです。びっくりしました。やっぱ懐かしいですね。やっぱトンキムって言ったらこのカツなので。トンキム、このお店のこと。トンカツキムラとか。トンキム、古くからのお客さんも新しいお客さんも笑顔にするトンキムこと、とんかつの木村。そんなお店の味と先代亡き後守り続けてきた店長は。昔と一丁変わらんねー、もう懐かしかーってですねその喜んでる姿を見るのはですね、うん、一番もうあの頑張ってきてよかったなと思いますね。行きたいねー。トンキムが食べたい。トンキム美味しいですよ。山さんも行ったことある。子供の頃から、うん、親戚があのとんかつ木村のすぐ近くの靴原団地におったんで、そうですか。まあ、歩いて行けるところにいたんで、そう。変わらずあのスタイルだったんですね。変わらないですね。味も変わらない。あのお肉も美味しいし、もうとんかつ木村のとんかつソースが世界一うまいと思って。甘めのソースなんですよ。みこちゃんも知ってた。あ、知ってて行ったことは多分ないんですけど、ずっと気になってるので行きたいです、うん、いや、これちょっと子供連れて行きたくなりましたね。でも気になって本当食べてくれないかもしれないですよね。ちょっとした博物館みたいなもんですよ。本当ですよね。お店の外もあの乗れる汽車が
ありますもんね。ありがとうございます、うん、お子様ランチ770円なんですが、土日限定でそのミニ SL 乗車券付きというものがありまして、外にあるミニ SL も楽しむことができると。本当に、そうで、これ昔は本当に石炭を使って走らせてた。今はちょっと変わったんですけど ね、はい、そういうことがあるよ。本当はあの大人は乗らないんです。子供だけしか乗れないんですけども、ね、お子様用ですね。でこ、まあ、あの店内のね、あの記者もそうですけど、これサービス開始が43年前だったので、今ね割と回転寿司なんかでああやって運ばれてくるものありますけども、これを参考にしたんじゃないかみたいな、しかもそのテーブル番号で呼んでくれるんですよ、はい、でテーブル番号をナンバーホームって言ってくれる。まもなく10番ホームにとんかつが参りますだからボタンを押したら戻ってくるんです、ね、だからちゃんとあの商品取ってボタンを押さないとそのまままた帰ってきちゃうからね。はい、もしかしたら鉄道ファンには知られてるお店だったのかもね。おそらくそうなんですよね。鉄道ファンはご存知だと思うし、鉄道以外にもいろんな、あのなんだろう、グッズがいっぱいあって、ね、で飾れないぐらいまだストックもあるそうらしい。行ってみよう。トンキムはですね、火曜日が定休日になってます。今日はお休みとなっております。ウグイシュ皆さん見つかったでしょうか。今日は4カ所ありました。ミリちゃんは全部分かったようでしたが、皆さんはどうだったでしょうか。公式 X でチェックしてみてください。